ようございます。おはようございます。今回はですね、はい、大谷翔平投手について詳しくお聞きしたいと思っております。西山コーチやってる時に大谷さん見てる。そうです、はい、彼と一緒に入りましたね。13年ですかね、同期入団。ああ、17年の同期対談。すでに知ってるわけですね。はい、すごい。はい、なんかアメリカにも行かれてましたよね。そうですね、あの毎年のようにキャンプ周りと、そうです、ね、あと夏ぐらいに1回、はい、見に行きながらスタンドからおーってこう手を振るような感じ。すごい、これはちょっとあの表に出てない裏の話いろいろ聞けそうですね。じゃまずですね、大谷翔平選手の第一印象をお聞きしてもよろしいですか。第一印象、はい、かわいいなと思いましたね。160キロを投げてきてね、メジャーを目指そうとした選手がファイターズに入ってきたいきさつもある程度聞いてて、どんな選手なのかなってワクワクしながら見てたわけです。キャッチボールだったりとか、まあ、練習する姿を担当コーチだったり見たんですけど、イメージ以上にすっごくその野球に対する考え方だったりとか、紳士的だったりとか、笑顔だったりとか、あのスタイルだったりとかを見た時に本当に可愛いと思いましたね。オファーをいただいて入団するってなった後に、もう大谷選手が入るか入らないかっていうことになったので、やった時には担当コーチになるから、これは大変だなって。あ、なるほど。はい、宝を預かる形になるので、はい、どう育成していこうかってなったら、入った瞬間に2つのポジションやるって言ったでしょ。はい、考えてなかったわけですよ、まさかその2つのポジションをやるとは。はいはいはい、前例がないので、どういう風にしてその2つのポジションをこうやっていくのかなっていうところに、もうすごくみんなで知恵を絞ってやりましたよね。賛否で言うと、ピの方がやっぱ多かったですよ。ただ、組織全体が絶対的に2つのポジションをやるぞと、もうトップダウンで来てますので、うん、止まって。っていうのはないですよね、組織論としては。やらなきゃいけないっていう立場なので、両方ってなると結構練習メニューが大変ですよね。そうですね。で、僕ピッチャーなので、ピッチャーのメニューを組んでしてもらうわけですけど、やってる時は僕の目の中に入ってるわけですね、大谷選手。はい、野手の時には僕は目から離れるので、何をやってるのか分かんないわけですよ。はい、なので必ずミーティングを朝と練習が終わった後2回やって、今日はどういう選手はどうだったって話をして、その情報共有っていうのが本当にやりましたね。はい、まあまあすごい選手なんだろうなと思って見てたわけですよ。はい、ただボールを投げてストレート打った瞬間とかね、バッティング練習をしたの打球の飛び方を見た時に、俺はね、あ、やっぱり2つのポジションをやるって言うなと思いました。もっと強してるのはもったいないと。もうすぐ1軍で打てるよっていうところまでの能力があったので、彼はちゃんとね考えて練習するし、僕らが思ってることよりもやっぱ先一歩二歩出て行ってるんですよ。この時期にもう少し球数投げてほしいなとか、ここでもうそろそろ実践やっていきたいなとか、こういう技術をやった方がいいなっていう思い描いてるものを、もうすでにここでやっちゃってるんですよ、彼は。先を行っちゃってるんですよ、僕らよりも先に。もう思考が違いますね。野球だけじゃないんですけど、多分その考えてるその視野といいますか、観点が全然ちょっと違いますね。はい、となると、もう僕らはそのあんまりいろんなことにこう手をかけるんではなくて、はい、よからぬ方向に行き始めたなと思ったのをストップかけるだけでいいのかなと。なるほど、なるほど。これぐらいやるとオーバーワークだよ。いいんじゃないですか。ちなみに、なんか気をつけて食べてるみたいなのがあった、食事制御みたいな。食べ物はすごく気をつけてましたね。食事するにしてもやっぱりタンパク質の量とかビタミンとか炭水化物とか PFC のバランスはすごくちゃんと大事にしてたし、それプラス補助的なものもあったし、でとにかくまあやっぱ勉強してましたよね、その食べるものトレーニングに関しては。 お酒ももう全く飲まないですよね。うん、飲まないって聞きますね。遠征先に行っても本当食事軽く食べるぐらいで、夜お酒飲みに行ったりしたとか浮いた話は聞いたこと全くないです。え、黒木さんが思うからちょっと行こうよみたいなのないんですか。まあそれはないですね。選手と接点持たないんで、野球場以外は。あ、そうなんですか。あの誤解が生じる可能性もあるので。あ、先発で食事に行ったりはしますけど、食事の後じゃ飲みに行くかみたいなのは聞いたことないですね。あ、飲んでるっていうのも聞いたことないです。だって趣味がトレーニングとか趣味野球です。ちょっとおこがましいですけど、扱ってる身からするとすごい楽ですよね。はい、次の飲み行って次の日にパフォーマンス落ちてるとかっていうことないので。確かに確かに。メジャーで二刀流っていうことに関しては、黒木さんはどうお考えですか。その13年に大谷選手を見た時から、もうアメリカで2つのポジションをやるもんだろうっていうふうに5年間一緒にやりましたよね。
だからイメージが湧かないっていうことは全くなかったです。メジャーに行っても遜色ないですもんね。そうそうそう、メジャーの選手と。確かに確かに。バッティング練習やったらメジャーの選手でも誰も飛ばしますから。そうっすよね。お金払ってでも練習見なさいって言うじゃないですか、メジャーの選手。はいはいはい。オフにですね、結構筋肉をつけたんじゃないですか。ああ、はいはい。そこに関しては黒木さんどうなんですか。僕は今年の3月ずっと大谷選手も実際見たりもしたので、もうはっきり言いますと、はい、皆さんが言うほど筋肉ついてないです。あ、そうなんですか。はい、全体的なボリュームがたまたまインタビューの前にトレーニングをしてパンプアップしてる状態なので、パンプアップした状態で、ここまで言うほど大きくなってないです。逆に全体的な体が細くなってるような感じがしました。だからまだまだ体ができてないんだな。分からない。はい、アメリカも開幕が遅れてるので、出来上がる時間がね、ちゃんと作れますので、体をね。開幕した時には、ちゃんと2つのポジションで、開幕できる状況まで来るんじゃないかなと思いますけどね。これ、シーズンを、もしもフルで働いた時に、何勝で何本ホームラン出そうな感じがしますか？年間ローテーションをしっかり守ると、32から34ぐらい投げれるんですよね。でも、それ2つのポジションだったら無理なんで、20から25試合、そのうちなら12、3勝って、で12、3、多分80試合から90試合ぐらいは、まあ、野手としてしか出ると思うので、はい、25本から30本は、ピッチャーとしてのポジションは多分できるんじゃないかなと思いますね。はい、守備はうまい、守備うまいですよ。うん、まあ、肩の強さ持ってるので捕殺率も多分高いと思いますね。あ、そうですよね。ただピッチャーとバッターやって守備ってなると多分潰れます。うん、大谷選手は走塁の方も結構無茶するじゃないですか。そうですね、スピードありますからね。はい、そうなんですよ。栗山監督もちょっとね、よくおっしゃってましたけど、もともと大谷選手ってことしないんですよね。よくでプレーやるので、野球が好きなんで、うん、怪我をしないように抑えなさいって言ったとしても多分セーブ効かないです彼は。あ、なるほど。でもそれをもう2つのポジションやる時点で怪我はつきものだというところでもうやっていかないと、それはつきものだと思ってやらないと、その2つのポジションではやれないですよね。はあ、やっぱ彼の人間性すごいところが、アメリカにやりたいって一番最初に言って、でそれからファイターズに入って、でファイターズに入った時にアメリカに行くための練習とか、アメリカに行くための準備をしてますっていうことを、5年間ファイターズで一言も言ったことないですよね。ファイターズのためにって、やっぱりそのチーム仲間っていうものに対する思いがしっかりあるので、だからそこをその糧にしてとか、そこを準備の段階で経てそこに行きますっていう考えは多分ないと思いますね。あ、そういうところが大谷選手の素晴らしさっていうのは、まあ、5年間一緒にやって感じたことですね。うわ、でちょっと最後に、はい、今シーズン大谷選手にちょっと期待することをお聞きしてもよろしいですか。まあ、一番期待することはそのボールを投げた時ですよね。まあ、打つことは大丈夫なんですけど、新しいそのピッチングフォームがちゃんと構築できてるかどうかっていうところ、いいパフォーマンスが出るか出ないかっていうよりかは、まずマウンドでしっかりと自分が投げるその喜びっていうものを感じてほしいなと思います。でそれができたら今度は確実に結果出せるようなチーム選手だと思うので、エンゼルスがなかなかね、ポストシーズン出れないような状況が続いているので、ぜひなんとか今シーズンはポストシーズン出れるように頑張ってもらいたいなって思います。マドン監督ですからね、楽しみですね。ありがとうございます。今回は黒木さんに大谷選手についていろいろお聞きしたんですけれども、向こうさん、レッドさん、いかがでしたか。やっぱちょっと次元が違うんですね。そうですね。黒木さんがね、アメリカ行くタイミングでレッドさん、僕らも行きたいですよね。いや本当ですね。ちょっと一緒に行ったらとりあえず大谷選手も喋れるじゃないですか。行きたいですね。でも結構厳しいですよ。でも見るだけでもね、何かを得る、こういう魅力のある選手なんで。いや、そうですね。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当、ワシントン。ワシントン。ワシントン。